今回紹介するのは「コボカタハルコ日記」という本です。精神科入院、白紙号剥奪、手記の執筆、利権退職からの650日間をつづる、スタップ細胞騒動後、死の不打をさまよった孤独な戦いの記録、瀬戸内寂聴さんとの対談を再録。前作とは違い。 一応前向きな締めくくり方です。婦人口論の連載をまとめただけだろうと思っていましたが、過失部分はかなり3割程度ありました。その中には新しく始めた活動のことも書いてあります。最後には篠山紀信のグラビアが1枚あります。このグラビアは冷静に考えればどうってことないポートレートですが、 恐ろしいものを見てしまったような気になるのはこの著者のオーラゆえということなのでしょう前作の「あの日は陰鬱なラスト」の締めくくりでしたがこの本は生き続ける意志を強く打ち出したラストになっています研究は正直も失ない方が著者のためにもいいと思いますが新しい活動はぜひ頑張っていただきたいと思いますこのの本を手に取るのは、 明らかににこの著者に興味がある人でしょう内容はともかくこの著者に未だに興味を感じる人だったら買って損することは明らかにないので星5つにします。また文章自体には少なくとも私にはない文芸的な才能を感じます。自らの感情さえうまくコントロールすれば良い小説家になれるのではないでしょうか。この本は 本屋では思小説家科学書の研究不正問題のコーナーに置かれることになるのでしょう。スタップ騒動がなければこの本は価値を持つとはやはり思えませんので私は研究不正問題の書籍として扱うべきだと思います。研究不正問題の歴史とこの日記の日付を比較すると非常に面白いです。一般の方はご存じないかもしれませんが スタップ騒動終結後の研究不正問題の展開は特定人物を出しにして研究不正問題を語っている場合ではないということを研究者に突きつけましたその展開において重要だった日付とこの日記の代表的な日付を比較すると見事に符号するのですまずこの日記の書き出しは2014年12月31日です この日はネットの匿名掲示板で研究不正を暴くことで有名だった「匿名 A」という方が日本の科学を考えるガチ議論という分子生物学会関係のサイトで日本の頂点である東大病院トップが責任著者として発表した5法の学術論文について深刻な疑義を指摘した日です。 他の有名医学部教授たちについての議義もその日付に前後して80方ほど指摘されていました2015年の年頭の研究者の SNS や掲示板は大変なことになり1月上旬には文化大臣が記者会見で報告までしました著者はその間ずっと温泉宿にいたということがこの日記を読むとわかりますつまり 日記開始直後の温泉宿で逃避行していたわずかな期間で研究者業界は大きく変わり著者はプロの間では研究不正問題を考える上で重大視している場合ではない存在になってしまったのですそしてこの日記の最後の日付は2018年2月23日ですこの日はシダキュース大学のダニエル・ E ・アキュナラが 論文の疑義を見つけるソフトウェアを画素間のエントロピーに着目することによって開発に成功し、世界中の76万法の論文について疑義の存在を解析した結果、数千法の論文に疑義が存在することをバイを RXIV に論文報告したまさにその日です。つまり 計算機で大量に過去の論文の不正が網羅的に発掘される時代が本当に来たまさにその日です。このソフトウェアについてはネイチャー誌も即日ニュースにし本誌にも掲載しました。著者は混乱を乗り越え2018年2月23日から新しい一歩を踏み出しましたし。 研究者も混乱を乗り越え2018年2月23日から計算機や AI に裁かれる新しい研究の世界で生き始めましたすなわちもう過去は気にしている場合ではありませんこの本の表紙は水色ですが過去は水に流しましょう以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。